どうも、しゅんです。こんにちは。立教大学新4年生の小川と申します。立教大学新4年生の岡崎と申します。よろしくお願いします。株式会社うずうずの岡本と言います。よろしくお願いします。はい、同じく株式会社うずうずの脇本と申します。よろしくお願いします。今日は自己 PR をなんか学ぼうということで、キャリアアドバイザーのお二人に今日は来ていただいて、お一人ずつ自己 PR を1分間でさせていただくので、本当にもうリアルな意見をいただきたいなと思ってて、はい、最終的に一番3人の中で良かった人からこちらのお食事券をこちらのフラットお二人からいただけるということで、はい、二人と、まあ、ランチであったりとかお食事が行けるということでよろしいでしょうか。はい、もちろんです。ありがとうございます。では、福田さん。あ、ちょっと待ってください。緊張しますよ。緊張しますよ。わかります、わかります。大丈夫です。緊張しますよ。タイミング合わせるんで、はい、大丈夫です。OK です。はい。OK ですか。行きます。はい。では、福田さん、自己 PR お願いいたします。はい。はじめまして、金沢大学3年の福田俊と言います。僕は、愛すべき無神経というキャッチフレーズで活動しています。無神経というと一般的になんか人の気持ちがわからないとか相手の想像力がないとか思われがちなんですけども、一方でなんか誰もができないような挑戦に果敢にチャレンジしたりとかすることによってなんか人に驚きとか感動を与えることができます。これまでに YouTube 活動を始めたりとか就活支援の会社を立ち上げたりしてきました。で現在は、歌手デビュー6月8日の歌手デビューに向けて今は CD 制作に勤しんでいます。まあ、自分がやりたいことに対して心身愚直に泥臭く最後までやりきることができる無神経です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあお二人にちょっと丸バツ三角で正直な判定をお願いします。じゃあいいですか。はい、お願いします。はい、いやー、きっかけの聞いてもらったわ。はい、ですね、愛すべき無神経っていうところで、はい、そのしゅんさんのその愛されキャラ、みんなから好かれるなっていうところの人柄みたいなのがすごく出てて良かったんですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったなっていうふうに思ったんですけど、はい、もったいないなって思ったのは、こう人ってその話を聞いてストンって入れるときにストーリー性がめちゃくちゃ刺さるとき、刺すときにすごい重要だったりするときに、しゅんさんっていろんなこう挫折経験というか、はい、仮面浪人されてた経験であったりだとか、例えば今も歌手デビュー目指されてるっていうふうに分かってる CD すごい音痴って自分でおっしゃったじゃないですか。本当に音痴なんですよね。で、そういうこう自分でこう最初からこううまくいくのを想定してやってるっていうよりかは、はい、失敗も含めて挫折も含めて乗り越えて前に進んでいくっていう経験をされているので、そこのうまくいかなかった部分とかを入れた上で話をしてくれると、その緩急がついて、はい、その差でめっちゃよく見えるみたいな。なるほど、確かにストーリー性っていうところは本当に大事ですよね。やっぱ今なかったですもんね。なんかこうこの話をこうどう見られたくて話してるのかなって思いながら聞いた時に、はい、ご経歴とかもう見た目の印象、話し方からどっちかっていうと突っ走りタイプ、なんかこう考えて考えて行動するよりこう突っ走っていくタイプなんだなみたいな、はい、なんか結構想像できたんですよ。はい、ってなった時にやっぱり結構こう IT 系、特にメガベンチャーってなってくると、もちろんその突っ走る要素も必要なんですけど、例えばなんでそれをしたとか、はい、そのもうちょっと頭を使って考えるみたいな要素も、はい、見た目で多分行動力はあるっていうのが伝わるので、それが言語化した時に伝えられたらより良かったかなと思います。確かに、ただ人柄の良さは300% いやいや、ありがとうございます。良かったなと思います。20年ですね。考えてるっていうところをちょっと自己 PR に今後入れていこうと思います。ありがとうございます。では自己紹介お願いします。岡崎美久と申します。私はよくこう見た目が第一印象でおとなしそうというふうによく言われるんですが、実はものすごくタフな性格の持ち主です。というのも実家栃木県から東京まで毎日往復4時間かけて通学していて、そして毎朝始発に乗って土曜日にはコートモーニング初タンマルという基盤にあるレインボータウン FM というラジオ局で MC を務めております。でそこでは一度5分間ぐらいの放送事故にもうつながりかねない、頭が真っ白になってしまった経験があって、言葉に詰まった経験があって大失敗をしたんですが、それを機に毎朝もうそのラジオに話す内容を完全に書き留めたものを読みながら過ごして、睡眠時間を削ってでも次の放送に向けたもう
内容をメモに書き留めていくなど、うん、すごく下準備に一番精力をかけたところ、今では安心して任せられて頼りにしていますというふうにプロデューサーから言われるまでに成長しました、うん、あ、いいじゃん、いやーうまいでは、お二人札を上げていただけたら嬉しいです。お願いします。せーの、うわーい、あらきつやですね、ちょっとじゃあ辛口に言うと、結構話のエピソードが1分間の中に多すぎて、ちょっと最終的に何を言いたいかが分からなくなってしまって、よくも悪くも要素が多すぎて印象に残らなくなってしまった。で、ぶっちゃけ一番印象に残ったのが4時間かけてるっていうことが残ってしまって、っていうのがまず1つ目なので、エピソードは1個に多分1分間で限られてるので絞った方がいいかなと思ったっていうのが1つと、もう1つがおとなしそうっていう話をしてくれたかなと思うんですけど、そうかなみたいな、どっちかっていうと結構活発で元気で明るいっていう印象を、笑顔もすごくいいので受けるので、これじゃない自己 PR、 もうちょっと意外性のある自己 PR であればタフとかで、おとなしそうって言われるんですけどって言わずに、もうタフさだけで押してって、エピソードももう本当窮地に立たされてやばい中でこう、なんかこうね、とにかく行動して解決をした、何かこうラジオの時のエピソードとかを膨らませてあげると良かったかなと思います。なので笑顔とか印象面はめちゃくちゃだったら本当丸なんですけど、エピソードがこうバラバラになってしまったことによって、最終的に何の人だっけ、栃木の人だみたいな感じの印象になってしまったので、ラジオのところの話もちょっと膨らませられたら良かったかな、笑顔がすごく良かったです。確かに、ありがとうございます腑に落ちますね。いや本当にストンといいアドバイスだよね本当にありがとうございます。伝え方一つで全然変わる。いや本当に小川さん、自己 PR お願いします。お願いします。立教大学新4年生の小川亮と申します。自分は、一言表すとやりきり力っていうのが、強みになっています。自分は3歳から将棋をやっていて、今も将棋やってるんですけど、今2段を持っていて、もう本当に好きなことにはずっとやりきるっていうことを、幼い頃からずっとやってきたのが、自分の性格です。で最近では、高校生からずっと、起業したいって思いがありまして、で、いろんなチャレンジをして、今、5つ目ぐらいのプロジェクトで、今タイミーという会社をやっています。でタイミーという会社では、自分が学生という目線からアルバイトを、本当にもっともっと簡単に働ける環境があれば、あったらよかったなっていうふうに思ったところから、じゃあそういうサービスを作ってみようと思って、本当にこう仮説検証レベルから作って、それを今、それなりに大きいサービス、今6万人ぐらいのユーザーが使うようなサービスまで、やりきることができたところで、今後も、日本中世界中が、使うサービスを作れるようにやっていきたいなと思います。おー、はい、いいね札をお願いします。はい、せーの、うわあ甘くないぞ、就活甘くない、厳しいわ厳しいわ第一印象、どんな感じのことを小川さんに、パッと見の印象と経歴から受けるかなって、どっちかというとクールで、論理的そうだなみたいな印象を面接官第一印象持った上でお話聞いてきます、で今回新規授業っていう話とかもあったと思うんですけど、新規授業ですごく大事なのって、もちろん頭で考えて考えて考えて考えるのも大事なんですけど、とにかく行動して行動して失敗して失敗して行動してっていうのが多分すごく大事じゃないですか。その話ができた方がなんか良かったかなと思ったので、なんかこう自分で良かった話、成功した話っていうよりは、5個目のサービスに至るまでにうまくいかなかったこと、失敗してしまったことを話せたらすごく良かったかなと。はい、っていうとこですね。ありがとうございます。辛口にということだったので、三角を挙げたいんですけど、これから就職するっていうことを考えたときに、今の話を聞くと、タイミングを伸ばしていきたいっていう今の本音がすごく出てる。そう考えたときに、これ就活の私がこうリクルートとか新規事業やる人を採用したいと思っている人に、途中とかでっていうふうに思ったときには、別にそれうちで就職しないでタイミングにすごい今戻してるからいいんじゃないって言っちゃいそうだなと思って確かにっていうところを就活生っていうスタンスで見たら、一個くさび入れといて、例えば今、バリエーションでも13億ついて身長達もし伸ばしてる段階なんですけれども、それよりもっと大きいフィールドで仕事がしたいと思ってて、ケツを2つ変えて1000億のビジネス
を作っていくにはっていう風な、そこを目指してますとかっていうのを、もちろんタイミングでもいけると思うんですけど、就活っていう部分で言うと、そういう方向性とかを入れていくのもすごくあるかなと、すごくたくさん引き出しがあるので、どこを切るのがいいのかなとかはあるかなと思いました。いやー、はい、勉強になります。すいません、偉そうです。はい、ということで、3人の自己 PR が終わったんですけども、最後にお二人から、この人は良かったなっていう人にこのお食事券を配っていただけたら嬉しいなっていう。はい、お食事券の付与をお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、はい、やったー、本当ですか、これ狙ってじゃないですか。良くて、別に自己 PR って不正解とか正解なんで良かったんですよ。中でもしゅんさん選んだのはやっぱ一番なんか熱量というか、こうなんかこうを感じたので、結構やっぱ話す内容も大事なんですけど、気持ちの部分とかがやっぱこう就活大事になってくる、それがまあ一番感じたのがしゅんさんだったので、ありがとうございます、はい、選ばせてもらいました。ありがとうございます、はい、すごい、ありがとうございます。いや、嬉しい、嬉しい。告白してOK だった気持ち。実は小川くんはタイミーという会社をやっていて、そのタイミーのイベント、就活イベントが4月28日にあるということで、こんな感じで学生一人一人が自己 PR をして、で企業の方が判断して、で実際にタイミーパスっていう感じで、何が与えられるの？例えば社長とワンオンワンで話せる権利だったりとか、あとは取締役と豪華食事券とか、なるほど、あとはもう一つ内定プレゼントがあるかもしれないし、本当にじゃあもう最終選考からみたいな、もうチケットは本当に企業によっていろんなバリエーション用意してるのもあって、だから泣いてもらえるかもらえないか分かんないけど、で本当にいい人には多分渡すと思うから、もうそこはぜひなんか奪いに来てもらえると嬉しい。なるほど、じゃあいわゆるよくあるその豪雪とかではない、ちょっと変わった切り口のイベントっていうことで、うん、そうですね、もう結構激しいイベントだと思う。なるほど。っていうところで、やっぱ自分もみたいに1分間でどこまで魅力を伝えられるかっていうのがすごい大事になってくる人なので、ぜひこの動画をね、そうですね、見直して練習してきて、イベントによかったら参加していただけたらなっていうふうに思います。あ、ちなみにですね、でこちらのお二人、今日キャリアの面談をしていただいたお二人も YouTube チャンネルをやっていまして、はい、下の概要欄にあるので、よかったらチャンネル登録お願いします。すごいためになる情報がたくさんあるので、よかったらお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画は終わりです。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。